白馬岳、白馬岳は、日田山脈、北アルプス北部の後ろ立山連峰にある標高2932メートルの山。長野県都と富山県とにまたがり、中部山岳国立公園内にある。南に続く後ろ立山連峰の山々と共に、南北に伸びる両線の両側の傾斜が著しく、異なる非対称産業が発達している、特徴的な産業を持つ。 山頂を含む南北700メートルの地帯は県境が設定されていない。山頂には一等三角点があり、一等三角点、百名山に選定されている。東側の谷筋には、陶器の膨大な積雪と周囲の山海からのなだれが集積した日本最大の設計である、白馬大雪景がある。設計の上部は下記には、日本有数の鉱山植物のお花畑が広がる。 日本百名山、新日本百名山、花の百名山及び新、花の百名山に選定されている。槍ヶ岳中腹の標高2100メートル地点には、日本有数の高所にある温泉である、白馬槍温泉があり、白馬大池の北陸には、蓮華温泉がある。設計、お花畑、岩場、山の温泉と、様々に楽しめる要素があり、交通の便も、 比較的良いことから、夏季には、たくさんの登山者が訪れて混雑する。なお、山頂直下に位置する白馬山荘は、日本最大の収容人員を誇る山小屋である。夏季の登山者の大半は大設計を経由して登るため、夏休みの時期には大設計上は、長蛇の列となることが多い。しかし、設計上は、数年ごとに落石事故によって死傷者が出ているので、注意が必要である。 江戸時代の中期頃までは、新州川では、西岳や、西山と呼ばれ、越中や越後では白馬岳、小蓮火山、白馬の乗倉岳を蓮の花に見えることから、大蓮華岳、山と呼ばれていた。今でも北に連なり、新潟県の最高峰である、小蓮華山や蓮華温泉にその名残が見られる。また西側の越中では上、駒ヶ岳と呼んでいた。 これに対する死も駒ヶ岳が北に存在している。白馬岳の名前の由来は春になると雪解けで、岩が露出し黒い白柿場の雪形が現れることから、白柿場、台場、白馬となったものである。つまり本来の表記は黒い台場だけであったわけである。1883年、明治16年に北安住野郡長と大町小学校長、 渡辺里志ら登頂の際に白馬登山記の表記を残している。1915年、大正四年には陸地測量部による五万分の一の地形図に大馬だけではなく白馬だけと記された。地元で白馬だけが早くから白馬だけと記述されていたことによる表記の変更あることを伺わせる。白馬は白馬の当て字であるから、 白馬と読むのは本来は誤りだが、地元で白馬を白馬と読むことは古くから行われており、白馬山荘をはじめとする白馬連邦一帯の山小屋を経営している株式会社白馬館は1890年に現在の白馬駅前にあたる場所に登山者向けの旅館、山木旅館を建設し、1916年、大正5年には白馬館と改名した。また、 1907年、明治40年には、現在の白馬山荘の位置に山小屋、頂上小屋を設置し、1915年、大正4年には、白馬山頂小屋と改名している。また、1908年、明治41年には、白馬尻小屋を設置しているが、これらは、白馬を称した当初からすでに、白馬と読ませており、その他の白馬が付く山小屋名も、すべて、 白馬と読むが正式である。その後も1956年、昭和31年9月30日に合併で発足した白馬村は白馬村と呼ばれ、1932年、昭和7年11月20日に開業した大糸線、品野四谷駅は1968年、昭和43年10月1日に白馬駅改名され、白馬駅と呼ばれている。 現在では山や設計の名称と高山植物の名称以外のほとんどが白馬と読む。すべての白馬のつくスキー場もすべて白馬が正式の読みとなっており、スキーヤーも白馬読みが主流である。地元村民も山の名も含めて白馬読みをする人が多いが、登山ガイドブック、登山雑誌に一時期白馬の読みはおかしいという主張が 経済沙た影響か、登山者は白馬派が主流である。また放送局、新聞などのメディアでも白馬だけと呼ばれている。最初にこの山で発見された高山植物の和名には白馬を関するものは多数あるが白馬を関するものは全くない。学術的な名称には山の正式名称が採用される傾向にあるからである。ただ動物では 白馬山昭魚が存在する。これは白馬だけではなく白馬村から名付けられたからである。山域では、高山植物の固有種や希少種も多く、高山植物群落の規模も大きいため、日本を代表する高山植物体、特殊岩石地、蛇紋岩、石灰岩植物群落として、特別天然記念物、白馬連山高山植物体に指定されている。 高山植物の宝庫と言われ、明治から植物学者による研究が行われ、昭和になって高橋秀夫が三百四十五種あることを報告した。作家の田中澄江は二度この山に登り、その著書で代表する花として、岩井町、白馬浅月、小草、林根草などを紹介した。山の上部は森林限界の廃末帯で雷鳥の生息地となっている。 十種以上の白馬を冠する種が自生している。白馬赤花、白馬イタチシダ、白馬スゲ、白馬チドリ、白馬ヒメスゲ、高根林道、白馬林道は、白馬だけの固有種である。一部の種は、長野県、富山県、新潟県レッドリストの、純絶滅危惧絶滅危惧 IA 類、クリティクリーインダンジャード、CR、絶滅危惧 IB 類、インダンジャード、EN、 純絶滅器具、ニアセレットンド、NT に指定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。